相変わらずのお笑いでございます。こんにちは、ドデンです。安否確認も、もう少しで半分埋まりそうですね。これ編集でだいぶカットしてますけども、一人につき1時間ぐらいかけて推理してます。超大変なんですけども、こういうのは嫌いじゃないです。今回も張り切って推理していこうと思います。よろしくお願いします。また見つけました。7章破滅、その8は、アビゲイルが出てくるところですね。イカが出てきたところで、ここも本当に見逃しがこんなにあるのかって感じなんですけども、ここに一人イカの足に捕まってる人がいるんですよ。この人、とりあえず安否は多分、もうイカに捕まってる時点で多分死んでると思うんで、で多分身体切断にしようかな。とりあえず身体切断で怪物でね、この人、ソーダシュっていうのが、運転手ですよね、船の。フィンリー・ドルトンさん、イングランドっていうのがいいんですけども、このスケッチを見ると、ここ、ハンドルっぽいのがあるんですよ。で、さらに、今これ連れ去られてる下が、これ多分ハンドルなんですよ。なんかね、ハンドルっぽくないんだけど、船の中ね、運転室みたいなところあるのかなと思っていろいろ探したんですけど、ハンドルっぽいのがこれしかなかったんですよね。多分これハンドルで、その上にいるんで、この人ソーダシュでしょ。にしときます。で、実はね、もう一人、ここに巻き込まれてる人が、こいつも絶対に、助からないでしょ。安否情報は未特定なんで、一応これ、ちなみにね、これ、残留思念っていうのもあって、ここで残留思念つけとくと、この本で、こうやって付箋みたいのが貼られるんですけども、これで、この付箋が貼ってあるとこが出てきてる、出てきてないってのはわかるんですけど、この人はね、これ以降、出てこないんですよ。これで、この付箋によって、ここで最後だっていうのがわかるんですよね。一応ここが最後だと推理して、この人も、身体切断、怪物。で、人物はちょっとまだわかんないけど、多分中国人のどれかなんだよな、これも人も。今やってみるか。また引っかかんないから。3人いないか。ダメか。まだわかんないか。この人完璧にそうだろっていう人が二人出てきてやってみるか。はい。で、また探しに行きます。また見つけました。7章は破滅同じで、第7話、ナルトマンがイカに捕まって身体切断されちゃうやつなんですけど、ここでね、イカの向こうに、なんかボートから落ちてる3人がいるんですよね。イカに襲われて。この3人って、第1話の、そこまで行きましょうか。じゃあ、ちょっとそこを行って説明しましょう。やってきました。イカのショーの、1話目ですね。これ、ラーズ・リンデが、殴られて死んじゃう回なんですけども、その時にね、こいつら、ボートで逃げようとしてるんですよね。俺も乗せろだから。で、さっきのイカに襲われてボートから落ちてるやつに繋がると思うんで、ラズリーにはここで死んじゃうんで関係ないと思うんですけど、この3人はね、多分さっきのシーンですよね。イカに襲われたけど巻きついたりしてないから多分溺死なんじゃないかなと思うんですよ。溺死で、怪物。で、この人、歴史、怪物。で、人物はまだわからない。で、こいつね。こいつもとりあえず、歴史で、
怪物なんですけど、この人ね、なんか持ってるじゃないですか、手に。書類みたいの。多分なんですけど、事務長じゃないかなと思うんですよ。なんかいろいろ持って逃げようとしてるから。これ一応事務長にしておきます。ダンカン・マッケイさん。さっきのこの人、その上で、中国人にしたらヒットしねえかな。どれだっけ？これか。リハン、ダメ。チェンジェ、ダメ。リウェイ。あ、来た。来た来た。うん、リウェイさん、あと誰だ？ああ、やっぱりダンカン・マッケイ事務長だった。ああ、相談者だった。よしよし、これで30人だろ。半分。よし。あと半分ね。頑張ります。ああ、それでまたそれを踏まえてなんですけども、まあラズリンデの話で、前にも話しましたけど、この、あれは事故だっつってのが第一章の話で、ラズリンデを殺したやつが多分兄弟なんじゃないかって話をしたんですけども、それもね、埋めてみましょう。三人、うまくいけばこの三人が兄弟含めてラズリンデが埋まるかもしんないんで、まず、どうやってやるよ。この人を、ピーターズ二人でしょ？ネイサン・ピーターズかサミュエル・ピーターズ。まず、こいつ弟なんで下の方にしてみるか、じゃあとりあえず。サミュエル・ピーターズ。しといて、で、ラーズ・リンデは、サミュエル・ピーターズに、殺されたことにして、で、第一章の、この人ね。この人が多分兄貴なんだよね。予想してるので、ネイサン・ピーターズ。これで、合ってれば、三人がクリアになるはずなんだよね。はい。あ、違う。ってことは逆なんだよ、これ。こっちがサミュエル・ピーターズ。こいつが、ネイサン・ピーターズか。で、さらに、サミュエル・ピーターズじゃなくて、ネイサン・ピーターズ。どうだ？ほら来た。ほら来た。名推理。うん。33人かな、きっと。よしよし。順調。順調っつっても、すんげえ探すのに時間かかってるんですけどね、これ。ではまた次行きます。で、次なんですけども、ここはですね、第7章破滅、7話、このエビを運んでいるシーンなんですけども、ここにですな、まあ青年がいるんですけど、これね、一人調べると、チャールズ・ハーシティック、この人チェックついてクリア済みの人がいるんですけど、士官候補生なんですね。で、腕の部分を見てみるとね、白いラインが入ってるんですよ。で、この人も入ってる。この人も入ってる。士官候補生はね、腕にラインが入ってんじゃないかなと思うんですよね。これヒントですよね。だからこの二人も士官候補生なんじゃないかなと推測して、で、こいつは人物判明してないですけど、このナイフで切られたやつですね。こいつがですね、ピーターのおふくろさんに伝えて僕はピーターを助けようとしたんだ、言ってるんですけども、それもヒントになっていて、士官候補生を見るとね、あと残りトーマス・ランケしか残ってないんですよ。だから、こいつは少なくともピーターではないので、トーマス・ランケなんですよね。で、何者か。あ、そう、こいつに、あ、でもこいつとか、名前がまだわかんないのか。だから何者かもわかんないのか。だこの人はトーマス・ランケ。で、さらにね、もう一人ここに、いるんですけども、俺、ピーター、こいつをピーターにしてたんですけども、
これ多分間違いだな。このスケッチを見ると、このピーターこんな、なんかちょっと立派な帽子かぶってるじゃないですか。で、船長やら、一等航海士やら、この三等航海士やらも、みんな、ちょっと立派な帽子をかぶってるんですね。上司っぽい。で、この人もこういう帽子をかぶってるので、この人ね、ピーターじゃないな。で、そう考えたときに、四等航海士がまだ残ってるんですよね。で、これ四等航海士、ジョン・デイビスさんなんじゃないかな。ちょっとこれこの人にしてみますね。ジョン・デイビーズ。で、さっきの、こいつがそうなると、士官候補生のピーター・ミルロイ。こいつがピーター。なのではないかと。あれ？でもなんか今3人以上行ってないか。うん。で、さらに、この人が、ジョン・ドエビズにしたこの人だとしたら、こいつは、ピーター・ミルロイじゃなくて、ジョン・デイビズに、殺されたことになるので、これ、ジョン・デイビズにします。で、あと、こいつが誰なんだかよくわかんないんだよな。これもちょっと、でも、あと、それっぽいの残ってんのって、小砲手ぐらいなんだよな。市中手ではないと思うし、こういう小路員とか、甲板員、勾配員の甲板員の下っ端ではないと思うんで、こいつはもう消去法でオーラス、ビアテル、あ、来たかな？来たね。やっぱそうか。うん、これピーターじゃなかったんだね。よかった、気づいて。で、こっちがピーターなんだね。うん。よし、だいぶ増えてきた。あと、こっちにもね、この人なんですけども、あと、こういう職員系で残ってるのって、二等航海士付き支柱手と、四等航海士付き支柱手なんですね。で、今この四等航海士、ジョン・デイビーズの隣にいるんですよ、こいつが。で、格好も、多分この、なんかちょっと、例えばこの人、格好がね、みんな、あ、これは、支柱手か。格好がみんなこういう格好なんですよね。だからこいつも支柱手なんじゃないかなと思うんだよな。ちょっとこれ支柱手にしときますね。四等士、四等航海士か。あ、そうそう。ちなみに、今このオーラス・ビアテルが分かったので、トーマス・ランケは、オーラス・ビアテルに、ナイフで殺されたので、これか。オーラス・ビアテルね。うん。にしといて、で、ちょっとまた探します。うん、消去法で言ったらこの人かな。格好が。支柱手っぽい格好してるんだよな。これちょっと二等航海士にしとくか。あ、二等航海士じゃない。二等航海士付き支柱手。あと誰だ？わかってないの。っていうかいっぱいいるけど。ちょっとリストを見てみよう。あ、この人か。ヘンリー・エヴァンスはまあ生き残ってるんだよな。生存。場所ってさ、モロッコのフランス人駐在所まで郵送してほしいって書いてあるから、モロッコだから、アフリカ、モロッコってあった？生存のアフリカ大陸。うん、アフリカ大陸か。あ、来た。あ、来てない。来てなかった。まあ、これ一応これにしとこうじゃ。あとこのエミリー・ジャクソンと、ジェーン・バード城。女性って、この二、あと残りこの二つしかないんだよね。ここですね。この人と、見えるかな？この人。この二人ぐらいしかいないんだよな、もう当てはまる人が。なので、
あ、今言ったのか。エミリー・ジャクソン、この人。で、こっちが、ジェーン・バート・ジョー。うん。にしといて、で、ちなみにこの人たちはこの後ね、あの人たちがどうなったかというと、この次の、さっきは3話だったの、この4話。脱出の4話に来ると、もう船ないんですよね。だからあの人たちはまだどこに行ったかわかんないんで、まだ未確定の人物を探していきましょう。